皆さんこんばんは。そう、首寝違えちゃったの。なんかさ、朝痛いなと思ってさ、今日リハーサルだったんですけど、リハーサルしてで痛くてね、こう揉んでたの、こう自分で。したらもっと痛くなって、どうしようと思って、今ねここまでしか動かない。だから冷やしたので、整骨院とか行かなくてよかった。なんかさ、痛いからさ、なんかさ、そういうところに行けばいいのかなと思ったんだけど、逆効果らしくて、そういうのは。寝違えてない？最近みんな。私久々に寝違えたりしてさ、めっちゃ痛くてさ、びっくりして。腕を頭の上で伸ばすと痛い。久々に寝違えてびっくりしちゃってさ、で朝起きて、でお風呂も今使ってきたんですよ。そう、お風呂も使って、なんか頭冷やした後に温まるといいって返したから温まった。一応いまだに痛いのやばくない？ずっと痛いの朝から。でもなんか朝の2時くらい、お昼の2時くらいが一番痛くて、そう一番痛くて、その時超痛くて、で寝てたのよ。あるのが流行ってる。だってそんな病気みたいに流行ってるってか、痛かった。なんでかわかんない、寝方が悪かったのかな。でも私ここまでさ長いのさ久々なんだけど、ちょっと痛い時とかあって、あー痛いなーって思って、一瞬ぎっくり首とかあるんだって。でそういうもんだったらどうしようと思って、したらここにさ、こういうコルセットみたいなのしないといけないらしくて、どうしようどうしようと思ったら、間違えちゃったんだろうね、きっと。間違えた。その日はずっと痛いだって。私どんな寝方してたの？あ、痛い痛い。どんな寝方してたんだろう。なんかね、こっちが痛いの。なんか明日こんな振り付けあったっけ。そんなのにさ、今日に限ってさ、あれが出て、家に虫が出て、ちょっと一瞬お茶取ってきます。お茶
なんか水分不足でさなることもあるらしいね。痛い。なんかさ痛くてさ何にもできなくてさずっとゲームしてた。こんばんは。だってこんばんは。上がりリハは順調ですか？だって順調ですよ。毎日コツコツ一曲ずつやってます。まあ確かに中上がりも首多いんだけど、それじゃなくて、それで痛めたんじゃなくて、シンプル寝違いだと思うんだよね。ダンシーモンキーさん、ウィンパディさん、シューマニア、朝倉さん、タカさん、ナッツさん、ナハちゃん、カズピ、ヨシさん、クエピンさん、ジャンさん、トマさん、カーさん、ヨシナさん、マイちゃん、ニシプテちゃん、ボーダー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あーこれ懐かしい。甘い。ヤスさんありがとう。逆上がりが楽しみです。だって今頑張ってます。今頑張ってます。誕生日おめでとう。ありがとう。21歳になりました。あ、間違った、22歳になりました。2になりました。わっ楽しいよね。タワーありがとう。ありがとう。ありがとう。22になりました。ありがとう。来てくれて嬉しい。ありがとう。一日遅れました。全然だよ。ありがとうございます。ありがとう。私のこと何で知ってくれたの？ね、ずっと前から気になってた。ありがとう。じゃん。2回目のタワーだ。キラキラー。スクショしてね。
ありがとう。誕生日タワーが立ちました。ペザラの私の天使の尻尾をもう一度見ないと逆上がり公演を見れませんだってやばいじゃないですか。いつかな、私のパチドラは次はもう月末か28とかかなだった気がします。なのでかな、それ以外とそうね、私それこそ生誕祭のアクスタ炎上路線にしたじゃないですか。炎上路線にしたんだけど、天使の尻尾にするかめっちゃ迷ってけど、まあいっかと思ってやめちゃったんよ。なんか第一希望が炎上路線で、第二希望が天使の尻尾で、と思ったの。どうしようと思って、まあでもパリドラ終わんないでしょとか思って、あれ3月くらいか撮ったんだけど、2月とか、まあ大丈夫でしょと思ってしなかったんだよね。しとけばよかったかな、あの生誕のアクスタ。でもさ、ピンクの炎上路線可愛いからさ、炎上路線でいいかったなって思うんだけど、あのアクスタ、あと生誕の生写真もう天使の尻尾にするかめっちゃ迷ってた。みんな好きかなと思って。でも目撃者公演もさ撮ってない。でもなんか今思ったら、今撮るんだったら、あのペリキュアデーのオレンジ色の衣装もあれもいいかったなと思ったけど、あの時はまだコンサート前だったから、多分2月くらいに撮ったんかな。結構前かも。そうだから、ペリキュアデの衣装があってから撮ったら、もしかしたらペリキュアデのあのオレンジ色の衣装をアクスタにしてたかもしれない。そうよ、目撃者はね、なんか結構その何でも好きな衣装着ていいわけじゃなくて、あれは自分で選べるんですけど、そのなんていうの、なんか思い出とか着たことあったりとかがあったないと着れないんですよ。けど例えば人気なのはさ、あれじゃないですか、741のウェディングドレスの衣装、あれも結構人気なんですけど、なんか誕生日っぽくて、しかも6月がこうジューンブライドだから、そのまあそのそういうのとかけて、6月のメンバーとかは結構なんか741にしそうなメンバー多いんですけど、あれとかもこう選べるんですよ。この衣装がいいですみたいな、そういうの選べるんだけど、何かしら思い出がないとまあ着れなくて。1485おめでとうだってありがとう。そうだ、メンジョルセも可愛かったけど迷ったの、天使の尻尾。その時はでも待ち上がれにしようと思ってたんだけど、待ち上がれがそのおしゃべり会のグッズ出るから、じゃあそんなに待ち上がれのアクスタいっぱいあってもなと思ってやめたの。そうなんよ、しかも発売時か被るから、被ってたらあれかなと思ってやめたんですね。ペリキュアデの衣装がディズニープリンセスみたいで可愛かった。そうで、多分あれも着れるけど、さすがにでも多分もうコンサートで着ることはないかもしれないけど、ないかもしれないけど残してくれてると思うんですよ。まあでも来年着たいって思うかどうかで、来年はこんな時代にも良さそう。あ、そうね、こんな時代にのアクスタも可愛いですね。じゃあ骨骨ワルツは着れないのね。そうなの、骨骨ワルツは着れないことになりますね。そうなのよ。
れも結構ね悩むんだよね毎年。何しかもさ生誕 T の生誕 T の写真にもなるから、付属されてる1枚のメッセージのやつ、あれの写真にもなるから結構ね重要なんですよね。うん、確かにプリキュアはしたかったかな。あれとかコンサートでないとも着なそうだから、そういう衣装もさありだなと思ったけど、またなんかの機会に。あれめっちゃ可愛いんだよ。しかも衣装さんがこう手作りで作ってくれたんですよ、その衣装のその楽曲のために。ありがたい。誕生日おめでとう。ありがとう。コムさん、ナオくん、ダンシーモンキーさん、ありがとうございます。ニシプありがとう。和菓子が飛んできた。誰だ？わあ、やすさん、ありがとう。ありがタワーです。ありがとう。クマタワー来ました。ありがとう。ありがとう。スクショしてね。宝物にしてね。キャイン。いつもありがとう。とつたよ。ありがとう。じゃじゃーん。やすさんありがとう。ありがとうございます。みんながさまだまだお誕生日お祝いしてくれるからさ、お誕生日ムードが抜けません。みんなのせいです。私の今日の夜ご飯は棒ラーメンを食べようと思ってて、なんだっけ、マルタイだっけ、もう棒ラーメンを食べようって思ってます。で、花大さんが見たいから、今日火曜日なので見たいから、それに合わせて食べようかなと思ってる。スクショしたらしいです。だってありがとう。棒ラーメン美味しくないですか？なんかね、インスタのなんかでね、あ、ショートか、ショート動画で棒ラーメンが出てきて、あ、美味しそうと思って、久々に食べたいと思ってさっき買ってきたのよ。でもそれが22時だからまだまだなの。だから21時くらいまでショールームして、まあそこからまあなんかのんびり準備して、でなんか、あ、
った今何して痛かったか忘れたけど痛かった痛かった痛かった生誕祭の日まだ誕生日ですだってあとじゃあまだ20日も私引きずっていいの長い誕生日だフフ大丈夫よ痛い時ねピキンっていくの「もやしをたくさん入れます」だってえ私何も買ってないよそういうのなんかもうえ買った方が美味しかったかなこれご飯何食べようだってボーラーメン花大千鳥面白い面白いのよめちゃくちゃ面白いんですよだからでもなんか火曜日最近忙しかったのかなんでか分かんないけど見えてなくてなんでだったんだろう分かんないけど見えてなくて久々に見るんだよね30日まで誕生日気分抜けないだって30日まで誕生日があるえ逆に何で入れるの私さシンプルにめんどくさくて入れないんですけどもやしでもお肉とかはチャーシューとかどこに売ってんのえ棒ラーメンって福岡のやつなんだそもそも私それが知らんかった福岡に来てから確かに食べたかもタオンなのってすごい福岡っ子になった気がする卵ね私ゆで卵を作れるようにならないとネギとかもやし入れますなネギね確かにネギを冷凍したやつがある私刻んだネギキャベツを入れますだってえキャベツを茹でたやつ一緒に茹でるのかなおいしいよね久々に買ってみちゃった半年前に棒ラーメンを買って忘れていました期限切れでするのは悲しいですだってあんなにさあんなに簡単なラーメンを忘れちゃったのえこれ高級そうなんでこれわあノブディありがとう葵ちゃんマサジーさんトシさんダンシーモンキーさん楽しいよねひろとくんナナちゃんほほえみポップコーン福岡のゼロさんありがとうございますありがとうコージーも星ありがとうマルタイのマルタイマルタイのラーメンが好きだってうまいよね久留米らしいそうなんだうまかっちゃんにも棒ラーメン派ですうまかっちゃんは最近食べてないけどうまかっちゃんも私好きよでもなんか一番好きな麺はあのラオウだっけラオウが好きなんですよ私だけど丸棒ラーメンが食べたくて買ってみちゃったえそうなんだあ、私今日これ買ったんだ豚骨が食べたかったからこれ豚骨買ってみちゃった
マルタイ棒ラーメンは福岡です。熊本ではアベックラーメンっていう棒ラーメンがあります。くまモンのパッケージ。へえ、そうなんだ。あ、福岡なのね。なるほどね。私これが好きなのよ、この、これこれこれ、これが好きなんですけど、そうなの。でも売ってなかったよね、これ。お腹すいたな。アレンジ、あ、カスタマイズを楽しむ人だって。え、その後に麺するんだ。なるほどね。スープ入ってますか？スープ入ってます。袋のスープが入ってます。そうそうそう、入ってて、なんかそれとごま、なんか油みたいなやつが入ってて、それをこうただお湯に溶かして食べたらもう美味しいんですよ。すごいね。地元のスーパーで見たことないですだって。あ、本当。じゃあ福岡に行った時にぜひお土産に買って帰ってください。こんばんは、だって。こんばんは。ね、すごいよね。チャーシューとか作るのちょっとめんどくさそうだ。あーね、んじ、これで焼きそばとかも作れるんだね。今度久々に食べようだって。食べてみてください。アベックラーメンはいおりちゃんにお願いして買ってきてもらいましょうって。確かにキュウリがいるね。え、止まってます？今止まってますか？昨日は調子良かったんだけどね、ショールーム。昨日一回も止まんなかったね。今日止まった？止まっちゃいましたか？さっき一瞬目を閉じたのも止まりました。さっき止まった、止まった。今大丈夫か？じゃあなんでだろうね。じゃあ大丈夫か。音もずれてないのかな。じゃあいいかな。よいしょ、大丈夫ですって。よかった。もうループがこの世で一番嫌いです。ループが一番嫌い。たまに更新ボタン押してますって。え、更新ボタンどこにあるの？ショールームの。私見たこと、自分の、私の配信してるところではないんですよ、その更新ボタン。ちょっと止まってましたって。やっぱ一瞬止まってたらしい。すみません、すみません。こんばんはだって。失礼しましただって。こちらこそ失礼しました。リール側は右上の点を押すと更新で出てきます。え、そうなんだ。ちょっと他の人のやつ見てみよう。私にもそういうのあればいいのに。私一回さ、配信取り消さないといけないんだよね。誰かなんか知り合いショールームしてないか。48グループ STU の方がいっぱい配信してる。
あ、本当だ、更新ってあるんだ。更新シェア、バックグラウンド再生とか。へえ、そうなんだ、初めて知った。初めて知ったね、点3つのところあるんだね。私のねところには点3つがないんですよ。ね、今夜も渋井ちゃんが公園で暴れまくってますだって。そう、今日バチドラだったんだね。明日は目撃者、明日目撃者公演ですよ。よろしくお願いします。なので明日は何時にショールームしようかな。リハーサルが明日、逆上がり公演のリハーサルがあるので、リハーサルが終わったらしようかなと思ってます。うん、そう、逆上がり公演のリハーサル終わって、早く終わって時間があったらしようかな。それか、うん、公演終わったらしようかな。明日生誕祭じゃないもんね。こんばんは、だってこんばんは。だから明日は2時3時くらいにショールームするか。明日何時からだ。ショールームするか夜ですね、終わった後するか、どっちかにしましょう。そうね、こんばんは。だから1時2時くらい2時くらい1時2時くらいでショールームがなかったら、夜するんだなと思っててください。3時までにショールームがなかったら夜するんだなと思っててください。ヨロピックです。明日はそんな感じかな。え、すごい、今夜12時からセンター祭の申し込みが始まりますだって。みんながお知らせしてくれてる。そう、今日の夜12時過ぎからは私のセンター祭の申し込み日なので、よろしくお願いします。ヨロピク、ヨロピク忘れないように。え、まだ結局メンバー出てませんか。私さ、今日 夜にはメンバー出てると思って夜ショールームしようと思ってたんだけど、まだ出てないのね。出てないね、出てませんね。アイアライブ当選しましただって。あ、ありがとう、すごい、こんばんはだって。そっか、普通メンバーまだ出てないのね。こっそり助っ人教えてくださいだって助っ人は
私が発表しちゃえばだって。ダメー、怒られたくない。どうするそれ、生誕祭中止になったら。生誕祭は中止ですみたいな情報漏洩したため。ワンチャンあるかもしれない、ミノが怒られて何で言ったんですかってでもあと何時間後にね。そうそう、まだ出てなかった、公式見たら。ピーストックフェスかな、ピーストックフェスかな、私の生誕祭に参戦したいです。だって素敵なスケジュール。そう、怒られちゃうかもしれない。嫌よ、私怒られた、チーンってなっちゃう。なのであとちょっと、ちょっと待ってくださいいつなんだろうね、早めに出してもダメなのかな、こういうのって。わかんないけど、そうなのよ。楽しみだな。ちなみに私はもう自分で考えたので知ってます、マネージャーさんと一緒に。あ、ユニットもね、この子のこれが見たいとかも入れました。好きだなって思うとか、自分以外も。こんばんは、だってこんばんは。あと私がやりたかったのをしました、シンプルに。だからすごい楽しみ。私はもう知っているんですか、だって私はもう知ってますよ、もう知ってます。28のプレゼラ、そう、28のプレゼラも出ます、出ます、出ます。そうね、バジャドラも出ます。あ、ゆるちゃんが一番先輩と思ったらねねさんがいました。え、でもねねさんと二の L 以外みんなロッキーだ、28日。そんなことあるの、5期もいないの。で28すごいね、なんでみんなそんないないの。今見たけど、見た？みんな来てくださいみんな来てください。そうだって、今見たら、そうだよね、間違いないよね。応募しましたって、ありがとうございます。でも渋井ちゃんがいます。渋井ちゃんがいるだけで私ハッピーになるんですよ、もう可愛くて可愛くて。3人で尻尾だって、確かに最後に最後にってか、もうプレドラもね終わっちゃいますからね。そうなんだ。私さ、意外と5期生が大体全部いたんですよ毎回。
あ、そうね、生誕祭があるから応募するの不安ですだって。あ、確かにね、そうだよね、そういうのもあるもんね。そうなんだよね、生誕祭の前の前の日なんだよね。でもここまでさ、いないの私初めてだよ。ご期生いないの初めてなんじゃない？ゆえるちゃんっていうこと、ねねさんとゆえるちゃんって、ねねさんもお話しするんですよ。パラドラの時くらいしかお話ししないけどね。坂本里奈ちゃんって言われます。面白いと思いますよ。なんかそういうのが見れるのが、そうそうそう。で、私5期6期のパラドラも経験したことなくて、なんか他の国生はなんか1回あったらしいんだけど、キジリが演じに行ったのかな、忘れちゃったんだけど、そういう回があったらしいんだけど、私はまだ体験したことなくて、だから自分が一番先輩っていうパラドラはやったことないんですけど、ここまで先輩がいないのは久々かも。なんでだろうね、なんでこうなったんだろうね。もしかしたら28、29、30と私に会えるファンの方もいそうですね。私のお菓子のゴミがねねさんのメイクポーチの。そう、あのパラドラの時は私いつもいるところからお引越しするんですよ。 H の時にいる楽屋のところからそういるんですけど、お引越しするとねねさんがいるので、ねねさんと横になるんですね。そうで、私がちょっと汚かったらしい。私ね、メイク道具とかもうわーって全部広げて、こう使ったものも置いて、最後もう綺麗にするっていうタイプなんですよ。でゆえるちゃんもそうなのよ。わーってなってそうなるんだけど、ねねさんはすごいコンパクトなんですよ。ちっちゃい。私物多いんだよね、多分メイク道具とかも多分物多いから 1.5 キロもあるんですよ。ちょっと重すぎ。こんばんはだって、こんばんはなので、よろしくお願いします。そうなんだ、すごいプレドラだねこれ。まあでも本当にプレドラも多分もう指で数えられるくらいしかきっとないので、私が尻尾するのかジャンヌするのか、それとも他のものするのかわからないですけど、楽しみに。お楽しみに。そうね、そう、今そんな感じでした。ふむふむだって、こんばんは、こんばんは。そうね、5期生ね、5期生、5期6期のプレドラもしてみたかったな。なんなら5期生が全員出るプレドラとかもすごいしてみたかったんだけど、ポジションかぶんないのかな、どうなんだろうね。やってみたかったな、楽しそう。コンビニに買い物に行くけど何食べた方がいいですか、おすすめありますかって。なんかコンビニによらない？ローソンだったら唐揚げくんで、セブンだったらコムタンクッパ、コムタンクッパか砂ずり、美味しいです。砂ずりかチャーハンとかも美味しかったですね、セブンは。ファミマだったら、私ファミマ何買ってたっけ、野菜のやつしか買って、
ファミマは野菜が好きで、私野菜しか食べてない。ファミマだったら何でもいいですスパゲッティとかなんか美味しいの、何が美味しいんだろう。ファミマ、ファミチキくらいしか買ったことない。おにぎりとか。唐揚げくんも何味派だって。じゃあみんな伊勢のせで答えよう。唐揚げくんの好きな味は伊勢のせレッド。蒙古タンメンだっけ、美味しいよねそれ。辛くてね、辛いの好きだった。私も食べてほしいな。うわ、めっちゃ分かれてるね。チーズです、レッドです。あ、あのノーマルも多いね。プレーンです。私レッドが好きなんですよね。辛い赤いやつ、ちょい辛いくらいで美味しくて好きなんですよ。辛いくんがあって全種類あったらレッド選びます。レッドがないとあんま買わないかもしれない。なんか前一回期間限定でこう唐揚げくんの中の上にチーズが入ってますってやつがすごい美味しかったけど、最近もう売ってないのかな。なんか明太子みたいな味の時はなんか普通でした。私はレッドの方が好きかなって思って。買ったことないかもって。美味しいよ。なんかナゲットっていうのかな、なんか美味しい、食べてみてほしい。僕もレッドかなって。一緒。ご当地の柚子が好きですって。なんか食べたことあるような気もするけど、どこに売ってるそれ。福岡売ってるかな。ね、思う。たまにさ、その一個増量の時があるんだよね。あれなんかたまにあるよね。ローソン行ったらやったーって思うもん。そうね、私結構好きなんだよね、買っちゃうかも、ローソン行って。ああとローあハミマのいくらおにぎりがすごい美味しい。あローソンかなあれ。いやファミマだよ。ファミマのいくらおにぎりがめっちゃ美味しい。最近豚骨が味も あったよね。だってそうなの、今日入れたら増量してましただって。え、私一週間前くらいだけ増量してなかったのに。うまかっちゃん味だって。おいしそう。でも私はそれこそコンビニに行くといろいろ買っちゃうんですよ。わかる人いない？私コンビニ行くといろいろ買っちゃって、あこれもおいしそう。あ例えばチョコ、お茶を買いに行ったのにチョコ買って、あれなんか食べたいからおにぎり買っちゃおう、明太子のおにぎり買っちゃおうとかしちゃうんですよ。だからもうコンビニは必要な時しか行かないようにしてて。あれみたいな、気づいたらなんかこんなかこんなレジ袋持ってたりするから、なんでもあるじゃん。でなんかコンパクトだからさ、もうギュッとなってさ、いっぱい買っちゃうからさ、なんなんだろうね。あと私ガムとかなんかミンティアみたいなやつとかもう買っちゃうため、そのためだけに行ったのに、結局なんかラムネ、私ラムネ好きなのよ、パックのさ青いラムネ、森永だっけ、なんかラムネも美味しいんですけど、ああいうのとかも買っちゃうんですよね。だから頑張ってできるだけ行かないようにはしてるんだけど、コンビニね、そういうところいいですよね。あっという間に1000円超えますね。しかもなんかセブンイレブンとか特にお菓子が美味しいんですよ。私セブンイレブンのお菓子大好きで、だから最近は気をつけてたらあんまり。
コーヒー飲もうって言ったのに炭酸水買ったりしてますんであ、そう、私コーヒーとカフェラテ買いに行こうと思ったのにみたいな。カフェラテとかも結構買っちゃうんだよね。あ、ラムネは常に取得していますだって。あのラムネって集中力とか高められるのにめっちゃいいらしい。なんかなんだっけ、ブドウ糖が入ってるからいいって書いてたな。集中力かなんか疲れた時かなんか忘れたけど、なんかいいんだってラムネ。だから結構買ったりします。公演の時に買って、シンプルに私が好きだから買ってるんですけど、なんかそういう要素もあるらしくて、最近はシュワシュワするラムネが売ってるんだって。あの青いパッケージのラムネ、そう、あれ結構いいらしいですよ。でこの前行列でやってました行列でこれが最近流行ってるみたいな言ってて、なんか大粒のなんか炭酸のシュワシュワしてるラムネ、これ美味しそうだったよ。私ね、いつもコンビニで売ってるね、ラムネパック、これね、これ、私はこれをいつも買います。やっぱ集中したい時にって書いてるね、ブドウ糖でスッキリって。やっぱ美味しいよね、ドライブのお供です。だってそう、だから美味しいです。コンビニに売ってるこういうのも買っちゃうんだから、結局お茶とこれとみたいな買っちゃうよね。納豆買います。だって金のハンバーグとかは買いますか。だって金のハンバーグ買ったことないかも。美味しい、あ、いたたたた、美味しいらしいですよね。ファミマの美味しいもの分かったよ。つくね棒が美味しいらしいですつくね棒、そう、ラムネはもう何年も食べてませんって。ラムネね、私でも結構食べるかも。言えるちゃいますよ。なんかコンビニなのに美味しいってすごいなと思う。デザートとかもスイーツとかも、スイーツは私はどこが好きだったっけ、ローソンか好きかなだった気がするけど、エナジードリンクを買います。だっておろしとかかな。金のハンバーグは近日中にリニューアルします。そうなんだ、そうなの。あれ温めただけでハンバーグ食べれるんでしょ、すごいよね。今日セブンでホットクってやつを買ってきました。あ、 CM で見たけど今さ韓国フェアやってるんだってね、セブンイレブン。韓国フェアやってて、ハットクとかヤンニョムチキンとか売ってるって書いてた。美味しそうと思ったけどまだ行ってないですね最近。ハットクは気になってた。ハットク、ハットクセブン、あ、そう、ハニーハットク、これが売ってるらしいんだよね。あ、違うや、もっちりハットクだ。チーズが入ってるんだって。うまそうこれ。
なんか今セブンイレブンシェイクとかも売ってるもん。シェイクじゃない、スムージーか。彼女が問いにな、今日もサッカーやってますだって。何時からやってんの、見たいな。フィナンシェも美味しいです。そんな出てこないよ、今調べてたけど。こんばんはだって。こんばんは。ローソンがたまにあるうどんマップのタイアップするときは次どんなの気になるのか買います。うどんね、なるほど。あ、今 PK で4点入りましただって。ガーン。私がもうショールーム終わったときには21時くらいまでしようかな。おー、おいしそう。結局さ、あのファンのさ人がさ教えて、ショールームで私教えてもらったんだけどさ、あのピノのさ、今思い出したけど、ピノのあのストロベリーチーズケーキかなっていう味が限定出てて美味しいって言われて、私が動き出したタイミングがもう遅かったのよ。したらもう売ってなくて、チーン、悲しい。結局私なんかちょこちょこコンビニ行ってたんだけど売ってなかった。だから食べられなかったけど、もう終わっちゃったんかな。勝ってます。ホークスも勝ってます。すごい。見つけられなかった、悔しすぎる。やっぱさ、すぐ動き出せないとさ、こう流行ってる時にもう買ったら終わりなんだよね。サーティワンがお得なイベント始めましただって。そうなの。サーティワンも食べてないよ最近。同じく見つけられないですだって。そうなの、食べたかったなってめっちゃ思うんだよね。食べれなそうだわ、もう残念だけど。ちょこちょこ見たら食べられるかな。こんばんはだって。こんばんは。野上って知っていますか。高級パン屋さんですだって。知ってる。一回そこの食パンが美味しいって聞いて買ったことあったけど、美味しかった。なんか食パンの美味しさって、なんか私いつもスーパーのやつ買うんだけど一緒でしょと思ってたんだけど、違うね、美味しいね。あれ耳まで美味しいって感じ。パンの耳ってさ、なんか耳って味するじゃん、わかる。パンの、言いたいことがあるよね。パンの耳って味するじゃん。なんなんだろう、なんか耳って味する。パンの耳だなって、なんかそれがもう、なんかそこの食パンはなんか耳までパンって感じ。パンなんだけど耳って味じゃないの。なんか耳じゃなかった。めっちゃ、あいた、あいた、あいた、めっちゃ美味しかった。耳じゃなかった。
なんなんだから、なんか端っこのとことか先に食べちゃうの私。なんか美味しいんだけど、いやそう、なんか食パンもあ違うんだなって、そう耳じゃないわかる、そう耳じゃないの。でも私耳まだ好きな方だと思う。多分私耳残したりとかしないけど、食べるけど、でもなんか美味しいのめっちゃ。それがなんか美味しかったね、なんかとか言っちゃった。あれめちゃくちゃ好きだから、どうにかゆんちゃん食べさせたい。だって食べたい食べたい。子供の頃耳残してました。私もさ残してる時期もあったけど、まあなんか大人になったら食べるようになりました。でも残し、なんかやっぱ白い部分の方が美味しいよね、やっぱね。なんなん、でもさ耳がないとさ、多分食パンもふわふわなれないじゃん。なんか耳も大事な気持ちもわかるんだけど、なんかパン屋さんの食パンとかも耳が美味しい。私なんかどっか食パンハマったことあったけど、どこの食パンが好きだったんだっけ。ああと焼かなくても美味しい、わかる。その焼いたりバターつけたりとかもなんかしなくてもそのままで美味しい。パン食べたくなってきちゃった。最近パン屋さんのパンの美味しいことにやっと気づきました、はい、なるほどね。いや美味しいよね。だからパン屋さんっていいですよね。パン屋さんとかなんか全部パン買いたくなる。こっからここまでって言いたくなるもん。どっかの食パン美味しかったけど、どころだったっけ。私学校では残してましただってめっちゃ堂々と言うやん。あいっぱい言うね。ほら給食のパンの意味嫌いでしただって。やっぱねどちらかといえば白い方が美味しいよね。ランチパック、ランチパックがあるじゃないですか。でランチパックってあの、ま、パンの耳が使われないじゃないですか。こう白い部分だけポンってするから。でランチパックの余ったパンの耳をなんか揚げてラスクにしましたってやつがめっちゃ美味しくて、ちっちゃい時好きだった。でなんか味がついてるんですよ。シュガー味みたいな、キャラメル味とかなんか味がついてるやつがめっちゃ美味しかったけど、最近見ない。どこ行っちゃったんだろう。なんかランチパックもちっちゃい時めっちゃ好きで、なんかよく食べてたんですけど、だからパンの耳までこうラスクにしたりするともう美味しいですよね。でもちっちゃい時の話だから私のもう今ないかもしれないけど、フィニッシュパンの端っこの前面の茶色の部分が大好きです。だってわかる、美味しいよね。あと絶対カロリー高いんだけど、あのさスーパーに売ってるさ3色あの3つのドーナツ知らない。ドーナツ、ドーナツはあのドーナツオールドファッションみたいな、チョコバニラチョコみたいな、なんか3色の2色のドーナツあるの知らない。パックに入ってるやつ絶対見たらあーって人いると思う。あれが私めっちゃ好きやった。なんてやつだっけ、スーパーに売ってるんだよね。え、あのドーナツだよ。なんて言えばいいの、ドーナツオールドファッションみたいなやつ。めっちゃ思い出せなくて気持ち悪いんだけど、2色のカロリー高そうなドーナツ。出てこない。あ、ケーキドーナツだ、ケーキドーナツだ。4、しかも4つも入ってるじゃん。
ケーキドーナツだ。もうめっちゃ甘くて、めっちゃ甘くて、もうわあ絶対カロリーの味するんだろうなってくる、めっちゃ美味しいやつ出てきたよ。これで出てきた、今調べたら。でも私これちっちゃい時めっちゃ好きやった。ケーキドーナツ本当に大好き、たまに食べたくなって私は食べたりするんだけど、本当に大好きで1日に3つとか食べたりしてたでもめっちゃ美味しいの、もうしっとり、超しっとり、でも超甘い。冷蔵庫にいますだって。寝かせてるんですね。効果も売ってるよ、効果も売ってる、スーパーで売って。あと 16% しかない、充電が。あと5分くらいできるかな。美味しいのよこれ、めっちゃ。4つ食べたら800カロリー超えるみたいでしたね。そうなの。じゃあ1個200とか。ドーナツってでも、てかオールドファッションってまずそもそもなんか高いらしい。店とかでも、ドーナツ屋さんとかでもオールドファッションは高いって聞きました。なんでだろうね、なんでだろうね、わかんないけど。冷凍して食べますだって。うん、なんだ、美味しいよね。私これ好きなんよね、甘党だからかな。甘いのも好きなんだけどさ、辛いのも好きだし、私ポテトも好きなんだよね。私ポテトの大好きさ本当に大好きだよ、超大好きポテト。ポテト大好き。誕生日おめでとう、ありがとう。しっかり詰まってるからかなって。なるほどね。最近流行りの焼きポンデリングを作ってみました。どうだった？最近ポンデリングを焼くことが流行ってるんですよ、 SNS とか、 なんかインスタとかで。なんか新しいポンデリングの食べ方はこれだみたいなね。美味しかった。ポンデリング焼くとか信じられなくない？でも流行ってるんだって最近。今度ショールームでやってみようか、暇な日。ポンデリング焼いてみた。どうやってするんだろう。火のついてないフライパンに乗せて弱火で6分だって。結構時間かかるんだね。焦がしましただってそう、弱火でした、弱火でするらしいよ今調べたら。でもなんかもう流行に乗り遅れましたって、もう結構遅いらしい、これ流行ってるの。じゃあ今度ショールームでやろう。いつできそうかな。あさってとか、あさってのお昼とかにする。食べたい。13、そうね、13とかにしよっか。
甘さが増すらしいですだって。そうなんだ、そうなんだ、へえ。あ、アイテム用もニシプクー、コガちゃん、ケロックに、タラの魚さん、シーさん、葵ちゃん、北九州の千尋さん、スモークタン、カツトマさん、ケロックに、ダンシーモンキー、ココ心さん、ありがとう。ハシムチ、ジャンボリミッキー、ありがとう。ジャンボリミッキー、カゼさん、エウリカ、かわいい、ありがとう。ケロックに、ソウさんぽ、フラッペ、ありがとうございます。ありがとう。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリズン、ジャンボリミッキー、ジャンボリ、そうなの。最近ショールームのアイドル配信をいろいろ開拓して見始めてるんですよ。だってありがとう。私ね、毎日配信してるのでぜひ見に来てください。仲良くなりましょう。もうのんびり配信してるんですけど、毎日してます。仕事が終わらないのでカツ入れてください。だって頑張って。ジャンボリリノちゃんみたいですだって私さ、この前ディズニーシーに行った時さ、ジャンボリミッキーをさ見て、実際にちゃんと見たことなくて、もうすごくて、お姉さんが、そのダンサーのお姉さんがもう本当にキラキラしてて、なんかすごい感動しちゃったもん。私もさ、みんなにさあんな感じで踊んないとって思ったもん。なんか本当に笑顔が素敵で、なんかもうその時さ、夢の国とか行ったら仕事のこと忘れるけど、なんかお仕事のこと思い出したもん。あ、劇場公演頑張ろうと思ったもん。すごい、もうね、こんジャンボブリーチしながらめっちゃ笑顔だったの本当に今思い出した。そう、そういうことをさ、この前行った時思い出したんだけどさ、すごかった。めっちゃキラキラしてたの。かっこいいかった。配信いっぱいありがとう。だってこちらこそありがとう、見に来てくれて。すごかった。でなんかもうミッキーとかもなんかもうすごいの、ミッちゃんみたいな、なんかあいたたたたいたよすごくて、もうかっこ、ミッキーもかっこよかった。ミッキーってなんであんなかっこいいんだろう。なので明日公演頑張ります。目撃者公演、目撃者でもスーンってしてるので、そうそうそう、なんすごかった。ジャンボリミッキーのお姉さん楽しそうだった。ジャンボリミッキー、ジャンボリズンズン、ジャンボリミッキー。でもなんかジャンボリミッキーって一日にもうそんないっぱいにやってるわけじゃないんですよ。まあその決まった時間にいつもやっててでもジャンボリミッキーの曲が始まったら、もう人がねすっごい集まるの、もうジャンボリミッキーの場所に。でもみんなうわーみたいな、すごいよ、びっくりしちゃった。ジャンボリミッキーのもう大人気。超大人気。
砂ずりの商品名って何ですかって、あのパックに入ってます、冷凍品じゃなくて冷蔵のコーナーにあってパックに入ってるやつ、このくらいので、ここパカッと開けてレンチンするやつです。商品名忘れちゃった、砂ずりだった、何だったっけ、忘れちゃった、なんかパックに入ってるやつ、冷凍じゃないです、確かに、あのサボテンで、明日サボテンだったら、私が明日のユニットがサボテンだったらジャンボリミッキーみたいにする、一番っぽい目撃者の中で、うん、一番っぽい、うん、 YouTube で出てくるディズニーのダンサーさんのねえは笑顔だよね、すごいですよね。でも私が腕を組んでだったらジャンボリできないのでジャンボリしません腕を組んでのジャンボリバージョンとかすごい大変なことになっちゃうよ、怖いよねだからサボテンだったなします、明日のユニットなんだっけ、いつも前の日にするんだよね、確認して、夕暮れもなんだ見た、今何か確認しました見たいですだって、なんでしょう明日のユニット、明日はね久々にみんな帰ってきますので、目撃者のチーム H のメンバーも、キャプテン以外、キャプテンどこって感じなんですけど、キャプテン以外帰ってくるのでみんないっぱいいます、楽しみ、みんなが楽しみにしててかわいい、でそろそろ終わろうとしてるんですけど、私ショールーム終わろうとしてるんですけど、まだ公演情報出ないですか、出てないよね、出てなかったらもう終わりにしようかなと思ったけど、出てなさそう、出てたらみんな大騒ぎするもんね、ひなちゃんって出てるよって言われるけど、まだそうやってないってことはないのかな、あ、当日券のお知らせしかありませんでしたってあー残念ってことで私からね言いません、あとちょっと我慢して待っててください出てないから私かなって言うわけじゃなくて、言いません、あって思ったら当日券のお知らせでした言えばよかった、コメント見たら思い出した、待ち上がれ皆さん、忘れてた、待ち上がれ、待ち上がれです、あー忘れてた、こういう時に言えばよかった、皆さん待ち上がれ、ファンのカズさんのコメント見て思い出した、
センターあげませんセンターあげません。一回さラジオの時にさ沖さんにさあの取られそうになって待ち上がれのセンターを危なかった。よかったよかった。待ち上がれです。皆さんもうちょっときっと明日には発表されると思いますので、こんばんはって、こんばんは。うまいだってねえ。待ち上がれですよ。忘れてんな。沖さんの待ち上がりね、沖さんの待ち上がり本当に上手で、ちょっともうあれ面白くて大好きなんだけど、でもまださ沖さんコンサートあんま来たことないからさ、待ち上がり披露したコンサートは来たことないから、待ち上がれをその聞いたことがないんですよ、その場のコンサートとかでね。だからいっぱいアップルミュージックで練習してくれた練習してくれたんだって、わざわざ私にバレないように。私も格言をさいつも わかんないのよ、そのお便りがないからわからなくて、いつも沖さんの格言のコーナーは何言うんだろうと思って、もうそのままの感じがいつもオンエア流れるんですけど、びっくりしちゃった。それを練習してくれたんだよだって練習したって言ってたもん。本当にまた歌ってもらえたらいいね。 YouTube で、確かに YouTube で見れるね。でも Apple Music で練習したって言ってた。いっぱいなんかこううまくかけて練習しかも本当と違うじゃん歌詞が。あれ違うかな、余計ね。そんな感じです。なのでもうちょっと待ち上がれですって感じかな。やりないよ。私だって公開収録とってもやりたいですよ。やりたいですね。今年中に叶えられるように。それこそなんかどっかできそうなんだけどね、難しいので。確実にねできられるように私たちも頑張ります。坂田さんのラジオが前あった HKTV のラジオが劇場で出たんですよ。そうだからなんかできなくはないんだよねって話して、私も昨日愛知と一緒にこう事務所のスタッフさんにそうやりたいですって言いに行ったんですけど、それがうまく動いてくれるのかな、わかんないんだけど、できたらいいな。葵ちゃん、ケロックに行く。みちろうさん、ありがとうございます。ただの坂さん、結婚してだめ、ありがとう。はい、なのでお楽しみに。できたらいいな、ずっと言ってるからねって感じで、今日の配信は終わりにしようと思います。明日は私は公演なので、目撃者公演なので、まあ1時から3時までの間にショールームしての通知が来なかったら夜に配信、公演終わりに配信するので、そんな感じでよろしくお願いします。はい、なのでお昼1時から3時に通知が来ない、リハ終わりなので、その時間がリハ終わりに
通知が来なかったら夜配信でよろしくお願いします。なので明日は、来週からめっちゃ雨降るんだって。なのでまだ明日、今週の金曜日くらいまでは結構雨がいいらしいので、あ、雨じゃない、雨が降らないんだって。だけど来週からはもう結構梅雨入りになるらしいですよ、福岡。なので皆さん、明日はいい天気らしいです。なので体調にも気をつけて過ごしてください。はい、ではランキング見ます。13位が西プー、12位がトマさん、11位がケロックに、10位が谷川豊、9位がただのさかなさん、8位がフラン、7位が葵ちゃん、6位がタカさん、5位がノブリン、4位がコウジー、3位がサセボンテッちゃん、2位が楽しいよね、タワーありがとう、1位がヤスさんでした。ヤスさんありがとうございます。クマタワーありがとう、モン、ありがとう、ヤスさんでした。いっぱいご飯食べてね、ありがとう。久々のヤスさんが1位でした、ありがとうございます。はい、みんなもアイテムいっぱいありがとうございました。おめでとうもありがとう。まだまだ余韻に浸れそうです。ではまた明日、バイバーイ。おやすみなさい、だっておやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。切ります。ピコン。